腕から成り上がり物語を、双子何に負けられないと努力を重ね、逆締めて報復ティールした男の松田選手、プロの世界では、どのように成り上がっていくのか。それでは続きどうぞ。逆指名でホークスに入団した俺は、2006年の開幕戦、ルーキーながら、いきなり開幕スタメン起用された。一気に一軍定着してやるが、なんだこの球、これがプロか。全く手も足も出ず、開幕してからわずか2ヶ月で二軍落ちとなり、完全に自信を打ち砕かれた。終わったな。おいおい、もう嫌になったんか。二軍で待っていたのは、当時二軍監督だった秋山さん。お前の武器は長打力だ。とにかく長打を打てるようになる。そのために必要なのは強靭な下半身だ。秋山さんはつきっきりで練習に付き合ってくれた。強く踏み込む感覚をつかむため、直足袋を履いてティーバッティングをしたり、サンドバッグを仕込んだり、レベルアップに努めた。松田、お前バットはどうやって選んでるんだ。いや、特にこだわりはないですね。何？プロなら1グラム単位で自分に合うバットを探し続けろ。秋山さんは練習だけじゃなく、プロとしての心構えも叩き込んでくれた。試合後は毎日自分の映像も見返すようになった。絶対1軍で活躍するんだ。地道に努力を続け、1軍レベルにも対応できるようになった。鍛えた下半身のおかげで粘りが生まれ、変化球にも対応できるようになったんだ。デッドボールやファールチップで何度も骨折する目にあったが、打席から離れて立つことで対策した。2009年からは秋山さんが一軍監督に就任。俺もレギュラーをつかめてはいたが、今度はチームが勝てなくなった。主力が大量流出した。2012年は3位、2013年は4位と B クラスに沈んでいた。このままだと秋山さんの進退に関わる。2014年は頑張らないと。序盤は調子よく首位独走していたが、後半は失速。優勝を目の前にして5連敗を喫してしまった。まずい。そしてシーズン最終戦、自力優勝するラストチャンス。先制したものの終盤に追いつかれてしまい、延長10回裏、ワンアウト満塁で俺に回ってきた。思い出せ、秋山監督と作り上げたバッティングを。いいか松田、長打打つにはな、強く踏み込む。おお、松田やりました。ホークス優勝。やった。左中間を破るサヨナラだ。最後の最後で優勝を決めたんだ。松田、よくやった監督。その後チームは日本一になったが、秋山監督は有罪された。松田、これからも頑張れよ。はい、本当にありがとうございました。翌年の2015年シーズン、チームスローガンは熱男だった。熱男か。ちょうど何かホームランパフォーマンス欲しかったし、使わせてもらうか。ということで、この年からホームラン打った後、熱男と叫んでみることにした。これをやるからには、いい結果を出し続けなければならない。と、自分にプレッシャーをかけるためでもある。また、ムードメーカーの川崎さんがチームを去るとき、マッチ、高野元気印はお前に任せた。と、ポジションを託されたからでもある。元から盛り上げ役という性格ではなかったが、託されたからには頑張ろうと思った。熱男！最初はただ一人で叫ぶだけだったが、続けるうちに徐々にお客さんたちも応えてくれるようになった。熱男！うお、すごい。いつしか熱男はチームスローガンというより、このパフォーマンスのイメージとして定着した。そして2017年の WBC では、キューバ戦でチーム第1号ホームランを放った。国と国との対決だったから、熱男は絶対控えておこうと思ったが、ベンチに戻ったら、よくやった！満面の笑みで出迎えてくれた国母監督を見た瞬間、これはもうやるしかないと思った。12球団ファンによるとんでもないボリュームの熱男が帰ってきた。迫力で言えばこれが一番だった。打ててよかった。しかし準決勝のアメリカ戦、あ、まさかのタイムリーエラー、決勝点を献上してしまったんだ。やっちまった。国を背負っていた上でのミスはとても辛かった。しばらく押し込んだが、すぐにシーズンが始まる、切り替えないと。より一層守備に対する意識が高まった。そうして2017年のホークスはプロ野球史上最高のチーム守備率を記録したし、2018年には初めてベスト9を獲得。ゴールデングラブ賞は2013年から2019年まで7年連続で獲得することができた。幼い頃から兄貴を追いかけ、プロ入りしてからは恩師に出会い、ここまで来ることができた。もうベテランの域だが、まだまだグラウンドでファンに元気を届けたいと思う。いつもたくさんのコメント、いいねをありがとうございます。この度、プロ野球なりあがりチャンネルでは、もっともっと皆さんと一緒にチャンネルを盛り上げていきたいと思い、新しい企画を考えました。それは、登録者達成でアフリコ先行者。私たちは漫画だけでは終わりません。皆さんにもね、特大のワクワクを届けるために、どんどん新しい風を吹かしていきたいと思っております。というわけで、ぜひ、あなたの力を私にちょうだい。よろしくお願いします。